島の海岸食べニ島はフィジーの島。面積435平方キロでフィジーで3番目に大きな島である。バヌアレブ島からそもそも海峡を挟んで6.5キロメートル東に位置する。フィジー北部地方に属する。人口9000人でそのうち75%が厳住フィジー系である。緑が多くガーゲンアイランドと呼ばれ。 観光客が多くやってくる。食べ海島は幅1 0 5トル長さ4 2トルフィジーで2番目に高いウルイガラウう山がある。食べ海島で最も有名な観光名所である、タンギモージア湖が島の中央部にある。これは、標高8 0 0ルのところにある河口が水をたたいたもので、フィジーの国家でありここでしか咲かないタンギモージアの花で有名である。 島の東側は、田内帯であるが、南東からの貿易風が中央部の山で遮られる、ため、西側は、降雨は少ない。タベウ海島の人口は島の西岸に集中している。行政の中心は、ワイエボ村だが、経済の中心は、そもそも村となか村である。そもそもは、フィジーの伝統的な三大地域連合の一つで、アルトバタ、同盟の首都であり、 伝統的にこの村の酋長は、ついカカウと呼ばれ、フィジーで最もくらいの高い主張である。ナカラ村は、インド系フィジー人が多く住み、この島の経済の中心となっている。1643年、アベルタスマンがヨーロッパ人として初めてこの島を発見したが、あまり正確に確認はできず、食べウニの山々を見て、これらが別々の島であると考えた。食べウニ等の首都は、 歴史的に、ブナ村だったが、闘争の結果そもそも村に移った。1860年代、トンガの将軍であったエネレマアフが、ラウ諸島を征服し、そもそものついカカウの軍勢と小ゼり合いを起こした。食べウニ島まで最も重要な作物はコプラであるが、他に、タロイもやカば、近年では、バニラや、トロピカルフルーツ、コーヒーなども栽培される。 アメリカの南北戦争の時代には、綿花の栽培が試みられ、また砂糖キビが生産された時代もあった。家畜は牛や羊などが飼育されるが、農業に比べて重要度はかなり低い。最近では一段スほどのリゾートが建設され、地元の雇用と経済に関する観光業の割合が増大してきている。食べうにの言語はフィジー語であるが、 トンガ語の影響を受けた方言を話す。グローバルバルコネザムプログラム、トビに。ありがとうございます。